い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビーシーです。では今回はハーツオブアイアン4現代モッド日本プレイの続きをやっていきたいと思います。ここまで、対中国戦を睨んだ作戦を練ってきているというところで、今回もねちょっと皆さん退屈されてしまうかもしれないんですが、対中国戦を睨んだ戦闘準備を行っていきたいと思います。で、中国との戦い、開戦の時期ですね、おさらいしておくとですね、一応今画面の右上少し字が小さいですが、今は2026年7月の17日というところで、変わって画面の左側こちらの方では中国への戦争準備というところで言うと、今はですねクーデターを一つ起こさせようということで、完了予定日が2026年の10月17日、これが一応クーデターを起こさせる予定日です。ただちょっとこれがですね、いいのか悪いのか、歩兵装備の生産が追いついてなくて遅れる見通しです。で、北朝鮮ですね、北朝鮮戦争の一番の正当化理由を行っているのが北朝鮮で、これが2028年1月です。なので約1年と4ヶ月まだ残っているというところになりますので、この1年と4ヶ月の間に戦力を整えておくというのと、クーデターの準備ですね、対中国戦、北朝鮮と戦争を始めた場合は、北朝鮮は中国から独立保証を受けているので、なし崩し的に中国との戦いにもなるというのがありますので、あまよくば、中国でクーデターが起きるタイミングと北朝鮮と戦争を始めるタイミングが重なってくれると、中国がね、クーデターを鎮圧するのに躍起になってくれるということが起きれば、北朝鮮攻略がスムーズにいくかなというふうに思います。で、動画の方のコメント欄とかでですね、日本の上空に飛行機展開した方がいいよと、核落とされちゃいますよっていうねコメントいただいてるんですが、もちろん開戦までには配備を行っていきたいというふうに思っています。で、そのための飛行機の量がですねちょっと足りていないというところもあって、この先は飛行機と歩兵の装備中心に作っていきたいなというふうに思ってます。で、今ちょうど潜水艦が新しいのが作れるようになっているはずなので、新しい潜水艦を作っていきましょう。第5世代の潜水艦ですね。スペックはご覧の通り、ちょっとね字は小さいんですが、上がってますね。で、生産のラインの方も潜水艦の3をまだ作っているので、4へとアップグレードをかけていきましょうか。行動範囲とかはね、今ちょうど生産するための研究を始めた第5世代の潜水艦は、ちょうど1万キロでしたけど、第4世代の潜水艦は7500キロになってますね。で、あとは建設の方なんですが、今南マラヤに工場か、これは軍需工場ですね。今軍需工場はいくらあっても足りないなというところなので、この先は軍需工場でちょっと減らしていこうかなというところですかね。で、もうちょっとね
民需工場、軍需工場へと転換をしていかなきゃいけないというところもあるので、余計なものは削っていきましょう。で、その分民需工場へと転換を図っていきます。もちろん多少のね、余裕は取っておく必要はあるかなとは思うんですが、特にドカドカと一番上、歩兵装備ですね。これがまだ51万6000残ってるので、これをガリガリ進めていくっていうのと、あとは飛行機がね、航空戦力が全然足りていないので、まあ、一つは、三菱の A10J、これマーク3になってますけど、マーク3っていうのは、3回改造を行ってきていますというところですね。で、あとは、5.5 世代のマルチロール機、これもね数が欲しいので、どんどんと数を作っていきたいというところになります。で、海軍戦力の方はですね、主力と呼ばれているというか呼んでいる艦隊が第1から第8まで、これは空母、原子力空母を一応全部配備済みの第1から第8の艦隊があります。で、艦隊を小分けにしているのがいいのか悪いのかっていうのはね、まさに諸説ありというところだと思うんですけども、まあ、今回はね、大艦隊を作るっていうよりかは、まあ15、6隻から20隻弱ぐらいの、艦隊を、構成で1個艦隊を構成して、それを8個艦隊運用中。で、別に潜水艦隊を2つ運用中という状態です。で、第7艦隊がですね、数が8隻とちょっと少ないので、第7艦隊は今増強をかけていくというところになります。で、あとはですね、核、今画面の上部10って出ているのが核の数ですね。核兵器の数、開戦までにだいたい24、5あればだいぶ助かるかなとは思うんですけども、まあ、核の方は原子炉の数に依存するので、これからね、原子炉をガツガツ立てていくっていうのはちょっと難しいので、まあ、原油戦力、原油保有核、これで急場をしのぐっていう感じになると思います。で、師団はですね、今全部で60師団、まあいわゆる大隊として組み込んでいます。で、これにさらに開戦までに15、6師団増やして、まあ、75師団ぐらいの体制にしたいなというふうに思ってます。で、海軍戦力に関しては日本軍ある程度自信があるので、まあ、本国にはですね、師団は最低の師団しか残さず、すべて敵国に送り込むというのを想定して戦っていきたいなと思うので、特に沿岸の防衛ですね。制海権取られてしまうと強襲上陸をかけられてしまうので、強襲上陸かけられるともうちょっと日本はね、太刀打ちができなくなってしまうというところになるので、沿岸の防衛、これをしっかりやることによって本国に残す師団を最低限にして、少ない師団をうまく敵国攻略に当てていくという戦略、戦術で戦っていきたいと思ってます。なので、まあ、いかにうまく核をね、運用するかっていうところになると思うんですが、
まあ、北朝鮮にはある程度精鋭の部隊をね出していきたいなとは思ってるんですけどね。各手段を見ておくと装備品がまだまだ 100% ではちょっと及ばないかなというところですけど、だいぶ改善はしてきてますね。やっぱり戦争が一旦終結状態になっていると、ここまで備品はある程度融通が効くっていう状態だな。輸送船団をちょっと一旦外しましょう。船籍になってるんで、もう。で、代わりに、まあ、海岸防衛をしていきたいので、駆逐艦。これをちょっと数増やしましょう。あとは野戦砲をね、もう補充がほぼ終わってきているので、主力戦車の方の生産に回します。まあ、備蓄はあればあるに越したことはもちろんないんで、越したことはないんですけどね。今は補充が足りてないものを最優先で入れていきましょう。で、歩兵戦闘車もだいぶ補充量満たしてきてはいるので、この数を少し減らして、代わりにトラック、こっちに2つ、工場を回して、あとは歩兵装備ですね。肝心要の歩兵装備。こっちの方に3つの工場を割り当てていきましょうか。これで今第7艦隊の方にミサイル14艦、これは第5世代のもの1隻ですね。これを投入していますというところと、強襲揚陸艦も入っているので、まあ、少しずつ戦力は整ってきてはいるものの、もう少しね増強をかけていきましょう。で、今生産中の艦船なんですけども、駆逐艦が2、潜水艦が1、割り当ててる工場の数ですね。ミサイル巡洋艦、これは年に 1.2 隻だけですね。あとは空母ですね。これ年に1隻です。あとは揚陸艦が年に 1.6 隻と
で、フリゲート艦が年に 2.5 隻っていうのが今作っている数ですね。で、空母の数は揃ってるんですけど、まあ、いかんせん飛行機の数が足りないという状態なので、空母はですね、今作っているのが終わったら一旦空母を作るのをやめて、ミサイル巡洋艦、駆逐艦の方に回していきます。まあ、せっかくの空母をね、運用する飛行機がないと、まあ、話にならないというところがありますからね。まあ、どうしても師団の数がこの先微妙な状態になってくるとは思うので、いやー、敵の方もしっかりちゃんと要塞を立ててきてるな、この国境にね。まあ、こういったところに先制の核攻撃を仕掛けていくしかないのかな。中国の国境に展開している師団数、ちょっと数が話にならないぐらい多いですもんね。まあ、ざっと見ても日本軍の倍は展開しているのかなというのがあるので、この国境付近での小競り合いをどう戦うかですかね。100発のロケットが撃てるのか、トンキンから。まあ、ここにミサイル工場を2つ作ったっていうのは大きいかもしれないですね。ラオスにさらにミサイル工場でね。なのでミサイルの数はもうちょっと増やしたいけどな。もう射程内に収まる場所がないんでしょうがないですね。さてはそろそろね、作っていた空母が完成するので、それに合わせて変更を加えていきましょう。お、ちょうど空母が完成してますね。なので、余っている工場が10になってるんで、駆逐艦の数をまずは増やしますと。で、さらに言うと、ミサイル巡洋艦ですね。いや、どんだけその空母に割いてたんだというところですよね。そうすると第7艦隊がだいぶ増強がかかってくるな。ちょっと第7艦隊の様子を見ましょうか。というところで研究が完了しているので、研究の方先に見ていきましょう。これはもうそのまま整備兵をここまで進めちゃいましょう。
これ今こちらの日本軍で最強の艦隊ですね。まあ最新鋭の原子力空母2隻、第5世代の空母2隻ですね。桂木大砲。これね、多分1隻あたりの戦闘力が相当高いと思うんですよね。第5世代の空母。今画面上にスペックを出してますけど、空母はどれだけあとはね、乗せられるかっていうところになってきますからね。大砲、桂木、それぞれ220機、まあ、221機ですね、乗せられるっていうところなので、この第7艦隊だけで400機の航空戦力の運用が可能と。だいぶ心強いよな。じゃあ無人機の方も第4世代へと生産するものを更新していきます。中国がね、どれくらいかっていうのはちょっと確認しておきたいですよね。まずじゃあちょっと中国の国力から確認しておきますか。まあ、中国がどこに進んでるかっていうのは、今アフリカのイニシアチブ。まあ、本当に勢を反映しているなっていう感じはしますけど、中国が何を研究してどういう戦力を持っているのか、それを知りたいですよね、やっぱり。スパイからの情報によると、いやー、師団数が、何これ。200から350。日本軍の、どうだろう。7、8倍ですかね。工場の数も300まで考えられると。まあ、我々が勝ってるのはやっぱり海軍力ぐらいなのかな。航空戦力も1万7000。あとは世代がどんくらい進んでるかっていうところですかね。いや、恐るべき数だな。じゃあ、ちょっと北朝鮮の方見ましょう。北朝鮮は師団数で言うと、まあ知れてるかな。航空戦力も640機。なので、まあ、北朝鮮は、本当に一気に片をつけるっていうのが、良さそうですね。で、対中国戦。いやでも本当に中国軍恐ろしいな。じゃあこっからなんですが、ちょっと政治力溜まってきてるので、
政治力を使っていきましょうか。そうか、ロシアと接近しとくっていうのはありだよな。いや、がぜんロシアだな。ロシアとは、前回確か最後に、ロシアとは、関係改善を入れていたはず。いや、入れてなかった。じゃあ、これは送りましょう。ちなみにロシア軍。いや、中国軍のが強いな。まあ、単純な数だけ見ると。いや、中国最強だな、やっぱり。ちなみにアメリカ軍はというと、アメリカ軍ちょっとやっぱり抜けてるのありそうですね。まあでも中国とアメリカとっていうこの二大国な感じになってきてるな。もうロシアではないのは間違いなさそうですね、これからは。なので生産のラインをちょっともう一度ねしっかり見ておきましょう。師団の数でいうと下手したら10倍近い師団数相手に、まあ、対中国戦という意味では戦うことになりそうなので。あと余っている数ですね。第3世代のマルチロールがあって、第4世代のマルチロールミラージュ、これフランスから持ってきてるやつですね。これが253機。ちょっと数少ないなぁ。で、艦載機、第4世代の MK マーク2ですね。これが512機か。いや、ちょっと数が全然足りないな、やっぱり。飛行機の生産量を増やす必要がありますね。ちょっと生産のライン見直しましょう。とはいえ、削れるのがどこがあるかっていうと、軍用トラックだいぶ数追いついてきてますね。歩兵の戦闘車の数を減らして、歩兵装備、これに2つ割り当てて、マーク3、攻撃機のマーク3に1つ。で、マルチロール機の方に2つ。で、アルミが足りなくなってるので、アルミを、アラブ首長国連邦から輸入していきましょう。まあ、中国とはこれからね、戦争しようかという話なので。お、クーデター成功か。ちょっとこれは時間を止めてでも確認したい。中華民国戦争状態ですね。これ、今のうちに、我々も参戦したかったな。中華民国が戦争状態か。ここに介入したいよね。とりあえず陣営に招待したい。中華民国、中華民国。ちょっと待ってね。中華民国ってこっちにある中華民国と同じ？いや、名前も同じだけど微妙に違うな、やっぱ。旗も違うし。とりあえず義勇軍を派兵しておこう。
どの師団を派遣するかだけど、ある程度ちゃんと戦いたいんで、正雄長井で合ってる？正雄長井だね、彼。正雄長井の師団を送ろう。義勇軍としてね。いや、いい展開になってきましたね。ちょっと待ってね。今、派兵できるのは2師団までか。じゃあ、ちょっと一旦、どの2師団を送るかというのはあるんですが。ちょっと待って、この2師団って戦闘力微妙だよね。であれば、割としっかりした師団を送ってあげる方がいい気がするな。今師団をね、いじってます。で、この2師団を義勇軍として送り込みましょう。しっかり、本当はもうちょっとね、大規模な義勇軍を送ってあげたいけど、まずはここまでですかね。いやー、中国が動乱に入りましたね。この機に乗じて戦争を仕掛けたいな、本当に。はい。ではちょっとね、時間もいい時間になりましたし、少し面白い展開になってきているので、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、この続き、またプレイの方をしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方は、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。